おい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 、良さそうなのがあるじゃないかにゃ、こりゃ。これよ。うん。俺がやりたいのはこれ。世界で一番やりたいこれを、今俺は。うん。これを呼んでんだよ、俺は。呼ばれてるわ、もう。やろ。お散歩でだって。ホラー表現あるじゃん。嘘つき。許せねえよ。ないとは言ってないって。あ、お散歩のさせ方。え、怖いわけがない。怖いわけがないわ、これで。ああ。これで怖いわけがない。おい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 。ほんと。はい、怖くない。はい、もう怖くない。いやー、猫見ると思い出すなー。ね。猫飼いたくて、譲渡会行って、ちょっと高いケージを買って、トライアル期間になったら猫アレルギー発覚して、すべておじゃになったという。思い出しますね。にゃーんだよ、もう。ドラ猫。タッチ！え、これ猫これ。かかってる。あ、何？やめなさい。何？何何何？怖い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 じゃん。怖いわ。猫は、猫って確かになんか、何もないところを見るみたいな、のあるらしい。あー、無理無理無理、虫は無理。そういう生き物らしいですよ。うん。うーわ、この隙間絶対来る、何か。どうせまたあれでしょ？何周かするやつでしょ、これ。あー、リアルなのが一番、この猫視点、猫の高さなのがまたちょっと、あれね。うん。猫の高さ、あー、何？猫だからさ、いやもうメタ読み、え、なんで？ダメ、ダメ、あーい、かわいい、あーい、かわいい、かわいい、かわいい、ダメです、変なとこ見ちゃ、しつけ、つけなきゃいけん。うん。もう怖くなりようがない。これ以上。次の日。チュンチュン。野良猫かしらね。あー。ドタマが痛くなっちまうかな。さーて、今日も田中さん家に行って魚もらいに行こうかにゃっと。あー、たまにはチュール欲しいんだけどね。本当に無理、それは。顔文字っぽい。うわー！本当に無理。本当に虫は無理。
顔文字っぽいから許したるかって言おうとした途端これよ。うん。なあ。普通にキモかったわ。おーい。かかってんぞー。今日も。発情期ですかー。あー。ダメダメダメ。ダメよー。ダメよー。あれ？早くない？なーにな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 に？ねえ、猫のお化け系ですか？あれ？なんか、早いですね。まあ、なんなら背景も違ったしな、今な。ゴミ捨て場。いや、どうだろう。背景は同じだったかな？ちょっとわかんねえわ。あー、もうダメだよ。やめなさい。大丈夫、大丈夫、大丈夫、大丈夫。なん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 。まあ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 。古材ね。なんだこれ。車？車か。押した。大丈夫？ダメダメダメ。よしなさい。こんな。そこら中にあるもの舐め散らかすからね、にゃーんは。ああ、大丈夫これ。大丈夫出てきたらマンチカンになってるとか。やめ、おー、でかいのいいね。いや、同じくらいか。おにゃーん。おにゃーんなってる。うーにゃーんなんで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 。てかどここれ。車の下これ本当に。違う？おにゃーん。おーにゃーんホラーじゃん。おい。ホラーじゃん。誰よ、怖くないって言ったやつ。いや、もうボロいなー、車。ボロいなー。もういいよ。もういいよ。もういいよー。猫背終了。ああ、かわいい。これだけが楽しみで、このゲームやってるのね。たまにやる、この猫ロー、ロン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 。それはちょっとギャグ入るやん。ちょっとおもろい。次の日。もはや可愛い。なんか歪んでね。え？どうした？いや、この手のゲームで動物が死ぬなんてことはないはず。な？この手のゲームは動物は死んだりしないから。うん。おいおいおい。メタ読み。完全にこれは。大丈夫大丈夫。え、大丈夫大丈夫。チュールが足りないだけ。チュールチュール、チャオチュール。チュールチュール。チャオチュール大丈夫？なになに？大丈夫？
なんか目がダメなのか？ああ、もういい。青い。青いだけ。またたびの匂いが具現化して、虫。うわ、また虫来そうだな、一回は。一回は虫来そうだな。これまたたびの匂いが具現化してるだけに、これ。全然大丈夫。別に全然大丈夫。匂うわ。匂うわ、ここらへん。またたびくせえや。こりゃ。大丈夫。この先、ここを通れば、乗り越えればチュールが待ってる。大丈夫。やっぱ目が変なのか？ぐにゃぐにゃしてるよね、世界が。大丈夫、大丈夫、大丈夫、大丈夫。おー、また旅の匂いがついてるだけ、これは。全然ついてるだけ。いや、取り憑かれてんのか、猫に。だから足取りが重いのか？つぐのひ。大丈夫？これ全身青くなってる？ああ、もうダメだ。もうダメだ。おお、ははははは。これぐらいじゃ驚きませんよ、ラッティは。猫でしょ？たかが猫。彼の猫だぜ、ラダオ。油断するな。油断するな。もうこの、石壁、おお 大丈夫、大丈夫。たかが猫。猫。されど猫。急に人格増やすな。ああ今猫に驚いてない。看板ね。かわいいかわいい。肉球俺かわいいから。ああ、ちっけえ。おお、ちっけえ。いや、なんだ、どういうこと？どういうこと？でかい猫がいるだけ？いい、無理無理、怖い、怖い、それは怖いわ。いやー、虫来るよ、多分ね。虫来る、あー、虫来ると思うよ。俺は虫来ると思うな、まだ。大丈夫か？まあ、猫なのが救いだね、やっぱり。あー、ゴキブリか、これ。あー、ゴキブリだ！ゴキブリ、ゴキブリ。俺が猫じゃなかったら、まあちょっと、まあもう猫ですらないけどね、結構。猫。まあチキが何したって言うんや。言うんや。ただ歩いてるだけなのに。なんでこんな。なんでこんな。見知らぬ猫に。うわ、もうこれ全身が青くなってるかな。いや、もしくは、もう下半身ない、あ。やめてな。わあ。なんでもういい。もう人だもんな、声が。
大森。あ、いやー。猫を探してます。連絡ください。うわー。いやでもまあそこら中に野良猫のこういう霊ってのはいるんかね。うん。てか飼い猫だったんだね、主人公の猫は。飼い猫を妬んで連れてっちゃったみたいな。そういうやつなんかな。うん。そういうのありそうだな。あ、別ルートもあるんだ。へえ。どういう？怖くないモードあるの？これで。やりたい。怖くないモードってただ猫のやつってこと？あー、お化けになっちゃったー。ありゃー。タイトル画面で左行くとかわいい。おお。え、どうなんの？これ。どうなるの？裏ルート、これ。1日目。おい。幸せな世界？今日はお散歩日和だにゃ。幸せな世界。野菜生活。ポカポカでいい天気だにゃ。もうこれ、俺がしたかったのは。うん。もうこれよ。何が継ぐの日じゃん。 いや、何をするゲーム？でもこれは。これは何をするゲームなの？なあ。BGM をかけようかにゃ。かわいい。ボイ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 。かわいいだけ。かわいいだけなんじゃもう。お散歩気分になれるのにゃ。ちょっと待って。これだけ？もしかして。一生これ？これずっとやってたら100日目とかまで行く？これ。なあ。いや、なんか急に怖いの来そうだよな、こういうの。俺は信用してないぞ。急にな、急に来るんだよな。お散歩はパトロールも兼ねてるのにゃ。うーん。そうだぞ。そうだぞ。ちゃんと仕事してんだよね、君たちと違って。縄張りを荒らされたくないにゃ。そうやぞ。誰の島やと思ってんねん。ああ。ほんとに。自宅をパトロールしてるんだがって。はい。いやいや、でもやっぱり自宅ごときにマウント取られてもにゃ。
僕の名前はゴンって言うんだけど、いや、チキは自宅もやるし、周りもやるんだよね、KB。うん、ほら、テントウムシすら、テントウムシさんすら、日光浴。作者の実家に住んでやってるのにゃ。ああ。ゴンさんだぞ。こちとら。突然大人になるぞ。最初はグー。ああ。いいんか。気づいたかもしれにゃいいけど。やばい、メタ発言来るかもしれん。大丈夫？次の日をずっと繰り返すだけなのにゃ。そうか。どうしようかな、じゃあ。どうしようかな。6日目。いや。いや、俺は信用してる、この猫ちゃんを。いや、やっぱ、言うてホラゲーだから。あ、オートで歩くと楽だにゃ。あ、ありがとうございます。わざわざ。言うてホラゲーだからね。最後の最後に、どんでん返し、来るよ、多分。見てるだけでいいんだにゃ。いやー、これ何日までかな、ちなみに。ちなみに何日までですかね、これ。皆さん。まあ、1週間。1週間って信じたいな。うん。お、早い。うわ、これ終わんないわ、7日で。え、23？ うわー。ちょっと長いな。ちょっと長いなぁ。マジか。うん。早く？あと何日続くのかわからないから怖い。あ、走り始めた。行け。あ、ちょ、走り方。走り方よ。確かにそういう怖さかもな、これ。止まるんだよね、この子ね。走るってか止まる？自分で自分の足で走れる。23だっけ？
ね。23。今来たホラゲーと聞いたんですがって。ああ、よく来たね。まあ、俺もホラゲーのつもりだったんだけどね、今日。うん。なんか、こうなっちゃったんだよね。なんかこうなっちゃったんだよね。ごめんね、ほんとに。なんだろうね。あ、そろそろカウントダウンだにゃ。よく付き合ってくれてるにゃ。まさかのゴンさんも見てくれてるとは思わなかった。お家に帰ったら日向ぼっこするにゃ。お日様の下でうとうとしてかわいい。作者さんがさ、自分家の猫の代弁というかさ、あれしてるわけでしょ。自分家の猫をアテレコしてるんでしょ。あ、今日でお散歩終わりだにゃ。付き合ってくれてありがとうにゃ。作者さんが可愛いな。おしまい。